こんにちは、マフリーズボロ山本真理です。2月3日は立春、日本では立春の前日には節分の種まきをして年の数だけお豆を食べるのですが、2月11日の建国記念日とともにこちらにいると気がつかないまま過ごしてしまうことも多いようです。暦上は春に入るということですが、まだ寒い日も多く暖かくなるのが待ち遠しいです。ではお知らせに入ります。私たちがよく利用する高速の24号線マーフリーズボロからナッシュビルまでの区間、特に混雑がひどく、2005年から15年の間にこの区間を利用する車の数は 60% 以上増加しています。これに対し高速の車線を増やすという案もあったのですが、予算的に無理があることと、そして車線を増やしても渋滞緩和にはならないことなどの理由から、現在州の運輸省では I-24 スマートコリドアというプロジェクトを始めています。マフリズボロの81番出口とナッシュビルの440号線までの間のインフラを管理し、移動時間の信頼性を向上させる包括的なアプローチを行うというものです。詳しく説明しますと、高速24号線と高速と並行して走る州道1号線をコネクタルートとして使用します。そして路肩に事故車や故障車などが停車することのできる緊急用停車エリアを作ります。また高速の出入り口のランプの距離を長くして、信号で車の出入りのタイミングを調整し、オーバーヘッドの調整するとともに、オーバーヘッドの看板を利用して工事や事故などを事前に知らせ、そのための車線変更を早めに促すなどを計画しています。また電光掲示板で、例えばナッシュビルまでの高速24号線での所要時間と1号線での所要時間を併記して表示し、高速と1号線をつなぐ道路にある信号もタイミングを合わせるようにして、車の流れがスムーズになるように調整するということです。これによりリアルタイムで車を運転する人とのコミュニケーションを図り、同時に警察や緊急車両とも連携を取るとしています。この工事は大きく3段階で行われる予定で、すでに第1段階が始まっており、緊急用の停車エリア14箇所を作り始めているということです。全部の工事は2023年の冬に終了するということです。次の知らせです。マンフリーズボロ市内に11番目の消防署が5月にできることになりました。場所はブラックマン高校の近くのブレイズドライブとフォートレスブルーバードの交差点付近になります。また現在この地域は成長が激しく、高校の近くには住宅やアパートが増え続けています。この新しい消防署ではゲートウェイの一部を含むブラックマンコミュニティ全体をカバーする予定となっています。すでに近くにはメディカルセンターパークウェイに第4消防ステーションが2019年2月に、そしてベテランズパークウェイに第10消防ステーションが2016年8月にオープンしています。町の消防局では新しく消防員を雇うことはせず、署内の人事を移動して効率よく対応できるようにするということです。次の知らせです。町の交通手段ローバーのバスが2月1日より土曜日の運行を開始しています。開始されたのはオールドフォート、ハイランド、マーキュリーを走る3つのルートです。土曜日の運行は午前9時から午後4時半までで、最終便の始発は3時45分となります。便は45分おきに出発します。また3月からはルートの変更も予定されております。こちらはモールディストリクトルートとゲートウェイルートを走る2本です。ウエストサイドループルートとオールドフォードルートが一緒になり、新しくモールディストリクトルートとなり、ディアベニュー、ソーシャルセキュリティのオフィス、ターゲットのショッピングセンター、サルベーションアンビーなどに停車します。このルートは月曜日から金曜日の午前6時から午後6時まで、2台のバスが45分間隔で運行します。もう一つの変更ルート、ゲートウェイルートは、これまで通りホープクリニック、セントトーマスホスピタル、MMC などを通りますが、加えてメディカルセンターパークウェイとトンプソンレーンの間のブロードストリートも運行するということです。こちらも月曜日から金曜日の午前6時から午後6時までとなります。その他の道順や停車場所などの変更は今のところ予定されておりません。2月からルート3本が土曜日に運行開始、そして3月から既存の2本が新しいルートとなります。便利になるといいですね。次の知らせです。
1月21日火曜日に郡内の231号線チャーチストリートとメモリアルブルバードで午後2時から7時までの間の5時間にわたり、テネシーハイウェイパトロール、マンフリーズボロ警察、そしてラダフォード郡のシェリフによる交通違反の取り締まりが行われました。この結果163枚の違反チケットが発行されたということです。またこの5時間の間に起きた交通事故は2件でした。細かく見ますと、携帯を持って運転した違反が34件、スピード違反が51件、飲酒運転が1件、追突事故が2件、チャイルドシートの違反が1件、シートベルトの違反が15件、保険証明を持っていない違反が16件、免停中などの運転による違反が10件となっていたということです。違反しながら運転をしている車がとても多いようです。どうぞお気をつけください。最後にゴミ収集日変更のお知らせがあります。2月17日月曜日はプレジデントデー、この日17日に収集予定の方は次の日18日火曜日に、18日火曜日の方は次の日19日水曜日に変更となっております。ご注意ください。お知らせは以上です。2月17日はプレジデントデー、5日前の12日はリンカーン大統領の誕生日、そして22日は初代ワシントン大統領の誕生日があります。この週末はいろいろなお店でセールが行われます。混雑などが予想されておりますのでご注意ください。では失礼いたします。こんにちは、マンフリーズボロ山本真理でした。ごきげんよう。